それでは、今の聞こえた英語は？聞こえました。あ、聞こえるんですね。はい。これなんか、今まで聞こえなかったのに、最近これが聞こえるようになったんですね。なんかよくわかりません、ズーム。ただ、録画されたものにはこの声は入ってないようですね。それでは、乾正行担当の専門演習の2021年度春学期。なんか今、未だに春学期っていうのはおかしいですね。これ、夏休みの前も春学期っていう、バカな改革をしちゃったわけですけれども。愚痴になるんで、はい。その、ズームのライブ授業の1というのですね。6月中は一応これは、対面は避ける方ということになっているんでしょうね。はい。それでは、らちくん、まあ、ゼミ長でもありましたし、まあ、ゼミの最後か、ゼミの去年の3年生の最後かで、ね、一番出来が良かったかどうかは、レポートですね。今は覚えてませんけど。はい。それでは、らちくん、ご自分の、レポートの要点を5分から10分、まあ、喋ってみてください。はい。はい。私が調べたのは、古事記を読んでいく中で、こう、いろいろな神が出てきて、イザナギっていう神から、自然の、例えば火であったり、そういったものの、その神としての神格化された神っていうものが出てきたのをなんか見て、神格化された神って面白いですね。はい。神格化されない神 もあ自る然現としては象ですね。ね。はい。はい。自然現象があって、それがすごく、自分が小さい頃から触れてきた八百万の神っていう考え方に似ているなと思って、それを調べてみました。で、古事記を読んでいく中で、この多種の神っていうものは、イザナギっていうものを発端として出てきているわけで、そういう意味ではイザナギっていうものに、その畏敬というか、そういうその神としての一番の価値を置かざるを得ないような気がしていて、それが自分が小さな頃から触れていた八百万の神っていう考え方とは少し異なっていて、八百万の神っていうのは、その全ての現象に神が宿っていて、そこ由来がはそのものであって、それ以上にこう発展しないんではないかというふうに思っていて、古事記はそれがちょっと違うなと思って、調べていきました。で、その補足といたしまして、そうですね。そうやっていろいろな神が出てきた中で、もしそのアニミズム的なもの観点から見たときに、イザナギっていうものが何の神であるのかっていう、イザナギに対応する神、自然現象は何なのかというふうに考えた結果、島っていうものにたどり着いて、島だったり、こう、日本っていう国の神ではないのかというふうに考えていて、似たような神話にハワイの神話が見つかって、それだと島を生む神っていう風に出てきています。ですので、そのやはり海に囲まれた島国ならではの島というこう局地的な土地単位の土地を神格化した神っていうものが出てきてもおかしくないのではないかなと。それが古事記にそのガイアっていうか、ギリシア神話で言ったらガイアというんですかね、大地の神っていうものを誕生させなかった理由になるのではないかというふうに思いまして、そういう意味で、まあ、大地の神とは異なって、島の神、もしくは日本の神っていう、そういう精神的な支柱的な意味があるのではないかなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。まあ、皆さん、ゼミ生にもそれぞれ喋ってもらいたいと思います。ちょっとまず、古事記の方を皆さん手元に置いてもらえますか。どっか行っちゃってれば、探してきてください。はい。やはり、これに、まあ、このゼミも、構、約20年続けてる。いや、これやりますます難しいなっていう、分かった部分と分からない部分と、やっぱり両方あってですね。で、一応は19ページですね。これ本文から始まる。見出しはこれは後からこの岩波文庫のためにつけたものですね。で、稲葉の白兎の白ってのは実は本文にはなかったということがありました。で、雨つし初めて開けし時、高間の原になれる神の名は。
古事記自体がイザナギに入る前に古事記自体が神の名はという、まあ、主語と言えばいいのか、これ主語という考え方も実はこれヨーロッパの言語学的な考え方、まあ英語だとサブジェクトですね、フランス語だとシュジェって言いますけども、これ主体とか、題材とかテーマっていう意味もありますね。でサブというとでも、ね、なんかメインのじゃない、主人というと、臣民という、いうのがあるんです。まあ、それは別にして、古事記の最初、神の名はというところから始まる。これは実は対面授業だと、毎回これで、本文はここから始まっていったから、神の名前の列挙である。で、特徴としては、神の名前が出てきて、何にもその神様がしないで、名前だけ列挙されておしまいだというのが結構ありますね。今の何だろう。なんかいろんな音が入ってきたり。するんですね。ということですね。そして、確かにラチ君が注目したように、いろんな神様がこの最初に雨の港の主、私このために雨の港の主を調べるために、秩父神社行ったり、大阪の片野神社、今星の俳句コンテストの締め切り。そこにあった宮司さんと10年以上の付き合いなんで、星の俳句コンテスト始めて2回目、締め切りが終わって、まあ、世界から1000回集まりましたが、まあ、それは別にして、あとは本当は、熊本の、八代の、妙見湖行かなきゃいけない。なかなか行けませんね。あそこ、噴火が起きたり、地震が起きたり。今回コロナもありますので。で、ずっと神様の名前が列挙されていって、ラチ君が注目したように、こうある種の、ドラマとか行動、そして行動から発展した、まあ、生産物というか、これが明確になるのはイザナキ、イザナミと。ラチ君、その何、イザナミも奥さんというか女神様いますけど、どうしてイザナキの方に注目したんでしょうか。いわゆるイザナミを黄泉の国からの下りがあるじゃないですか。イザナミを救う、はいはい、その後もこう続いていってるわけじゃないですか、ストーリーとして、うん、そういう意味でイザナギっていうものが主人公、ある種主人公というか古事記の中の主たる神のようなっていて、イザナギを中心に その理由ですね、はい、そうですね。イザナミの方は黄泉の国に行ってしまうからと英語が端的だ。でこれね、私も神社巡りは趣味なんで、地方行った時神社巡り、別のシンポジウムで何か行った時に、まあ、神社、まあ、仏閣、お寺も行ったりしますけれども、まあ、海外でも遺跡なんかもちょっと回ってきたりとかですね、ありますけれど、まあ、日本一番近いギリシャの感じが、神殿が残ってますからね、大理石。かなり風化してますね、大理石って弱いんで。地中海は、秋、冬は雨、雪が強いので、大理石雨に弱いんですね。まあそういう、侵食された、パルトシ、ギリシャ神話の、アテナのパルテン、パルテテテノン神殿が一番有名ですけど、いくつか回ったことが、ありますが、まだ本当は公になってない遺物も、アテネの国立博物館にはありますね。あれこれ日本に近いんじゃないかっていうのが何の説明もない。まあ、それからまあ、地球上ではまだまだ発掘されてないものありますか、日本も含めて。何かが出てきたらやっぱりそれをまた埋め戻したり、隠匿されない限りは、あれですね、また世界観が変わる。でも学者が困るようなものが出てきたら、それは無視するという。で、また違うこじつけを学者がしてしまうっていう、特に考古学者ですね。ということも実はあるんですね。はい。そうですね。イザナミは黄泉の国。で、何が言いたかったかというと、イザナギしか祀ってない神社っていうのが実はありますね。イザナギ、イザナミ、両神、これ、待遇神。男女のペアの神、待遇神が祀ってある神社よりも、で、これは淡路島の、これ私は2011年、
あの時ももうデタラメ報道してましたね、福島原発、あれ、あの皆さん、どこ行きました、2011年、今からちょうど10年前で、皆さんは 10代ですか、あれ、デタラメでしたね、ニュースで、ね、線量はもっと高かった、私、線量計買ったので、線量計もいろいろありました、日本製、中国製、ウクライナ製、ウクライナ製が一番正確でした。まあ、それはともかくとして、イザナギしか祀ってないのが実は、淡路島のイザナギ神社です。2011年に、まあ、友人の車でそこの神社行ったことがあります。だからイザナギの神様しか祀ってない神社っていうのは結構あるんです。2つの神様が祀ってある神社で有名なところってのは、ラチ君が言った八百万の神って、これは現在の、まあ、神社、信仰というか、現在の神社信仰ということなのかな。そうですね。はい。で、現在の神社信仰でいうと、皆さんにとって、そうです。これは皆さん、ちょっとゼミ生にいろいろ聞いてみましょうか。皆さんにとって、一番その神社で一番身近な神社、どういう神社なのか、まあ、一つか二つ挙げても、大体決まってきますね。私の画面では杉村龍之介君が一番、まあ、龍之介君の顔を見てると、あなたの顔は明確に何というんだ、南方系と中央アジア、それも北方系じゃない、南方系の中央アジア、イランとかそういう、あるいはインドとかそういう顔ですね、あなたの顔は。この中で、我々目が細い人が、平田君が一番細いかな。のりた君も目が細い方ですね。なんかやっぱり北九州ってのはやっぱりいろんなとこから人が来ている場所なんでね、大牟田になんか、事件起きましたね。なんかネットで見ましたけど、はい、ワクチンが、はい、まあこれはもういろいろ起きますよ、これで。ワクチンね、これモデルナの方が実は安全なんですね、ファイザーよりもね。で、ある確率で必ず人は死にます、あるいは事故が起きます。老人の方から打ってますけども、まあ皆さんの方に来るには時間かかるし、私の方に来るのも時間かかる。私は打たないつもりです。そうですね、杉村君にとって一番こう身近な神社って何ですかね。神田神社と、え、神田神社と、ああそうか、そう、それ何、あんたその近くに住んでんの。ああ、住んでないです。ああ、まあ明大から近いよね。はい、まあ、地元の神社でもいいんですか。もちろんもちろん、渡墨神社っていうのがあるんですけど。ああ、渡墨三神ですね。これは渡墨、糸辺の方の綿を積む方の神社。いや、あのね、漢字は後からつけたんで、もう、これは音です。で、漢字に表現されて、それで意味が変わったり、音が変わっていったりってこともあります。綿っての面と呼んでって、そういう神社はないと思いますけど、渡墨の綿は、まあ、これ語源も言われますけど、これは海という意味ですけど、これは朝鮮語のパタダという説がありますけれども、まあ、で、神様は？ちょっと神様、ちょっと存じ上げてないというか。はい、そういうことがよくあるんですね、はい。それからもう一つ、神社で祀ってある神様って変わるんですね。で、変わったことは氏子は知らないと。お参りしてる人は知らない。で、神主さんも知らなかった。現在の神主さんも知らないことがあります。自分の神社の起源を知ってる神主さん、宮司さんっていうのは逆に今少ないようですね。かえって私が教えたりっていう、尋ねて言って、ということもあったりします。まあ、これは渡墨三神、この、古事記を見れば、さっきのその読みの国からイザナギの国ってことは、帰ってくる。それこそ読み返りですね。読み返りの時に、神様が生まれると。で、これを僕は最初は汚れから神が生まれるって、まあ日本ってのはすごいなという。あるいはそのイザナギの神々のこの、特にイザナギの生成力ですね。ナチ君が注目したイザナギの御事の、イザナギの神様の生成力の凄さっていうものも出ていますが、もう一方ではこれは火の起源の神話なんで、
イザナギの神様は実は火を持ってきて帰ってきて、黄泉の国。黄泉の国は実は火の起源がある。まあ、地下なのか。そこから実は火を持ってきてるので、星が生まれたという考え方もできるわけですね。どこだ？草野さんが泣くところ。32ページ、33ページ。32ページ。ヘツカイバラの神より先、塔余り二柱は、うんぬんと、身をにつけるものを抜くによりてなれる神なり。このヘツカイベラは、これは、星座です。その前の31ページ。これも去年わかっ、今年わかったのかな ?31 ページの最後、ヘツ、違う。ヘツカイベラ。31ページの最後から3行目がオキツカイベラ。で、最後、31ページの最後がヘツカイベラ。カイベラって貝で作ったヘラのような、まあ、しゃもじとか、スプーンとか、そういう道具ですね。貝で作った。で、貝の信仰ってのは貝塚はこれはゴミ捨て場じゃないので、これは明確に、千葉県にある。僕はこれ去年、一昨年行ったんだかな。カソリカイ塚ですね。これまだ発掘中で、一番大切なところはまだ国の発掘の許可が下りてない。だから、ここもですね、港なんです、それね。丘があって、その丘が下ったところに、こう港みたいな、これ 川ですけど。で、そこを、港のところは、ちょっと平た、平らになって、そこはまだ掘っちゃいけないというか、ここが、そこを掘ると、歴史が変わるようなものが、まあ、多分船とかなんか、出てくるでしょうね。これはまだ掘っちゃいけないと言われているんだそうですね。で、貝塚、ここでは、カソリ貝塚は明確に、この貝塚っていうのはゴミ捨て場ではありませんと。皆さんそうおっしゃったでしょ、教わったでしょうという説明のガイドさんがいて、そういうふうに教わりましたね。大体その円形もしくは馬蹄形になってます、貝塚。それで真ん中が、空いてるんですね。真ん中でなんか儀式してたという、そういう場所ですね。その円形、馬蹄形は何を意味するか。これは、大森貝塚も実は同じ形なんですね。大森貝塚の方は、この家が建て込んじゃったんで、かなり壊されてしまいましたね。これも丘の上にあります。海に、海からちょっと離れた丘の上ですね。はい。で、カイベラってのはそういうもので、これは、コグマ座とオオクマ座を指してました。ということが分かりました。これ、火を持ってきたんで、その途中で投げ捨てたものを、から星が生まれてる。で、そして最後に32、33。去年それ書いたけど、今の4年生、理解してくれてなかったですね。ラジ君も理解してなかった。だから、33ページに、太陽と月、アマテラスを大神つくよ。そして、サノオってのは、これ、ここではちょっとこの三騎士の中では一色である。サノオっていうのは、そういう意味で非常に異色な神様。その異色である。というところが いろいろ問題があるんですね。スサノオの、ね。杉村君、スサノオは北九州では信仰はないんですかね？存じ上げないです。ご津天皇として祀られてない？ちょっと北九州が住んでるところとだいぶ遠いので、ちょっと。ああ、やっぱ違うんですね。何も分かんなくて。はい、分かりました。それで、ここに32ページの最後に、綿摘みの神。糸編の綿だけど、これ別に、日本に 綿がこう、来たのはいつなのかっていうですね。綿の栽培は今はもうほとんどされませんけれども。で、この綿ってのは海であるという。で、朝鮮語のパタが起源だったのは大体の定説ですね。で、上中底っていう、三神である。で、住吉三神と重ねてあります。大阪の住吉三神には、この綿摘三神、綿摘神社が横にあります。井戸もありました。はい。ということで、元に戻りましょう。そうですね、ここでも、ラチ君が言ったように、イザナキの御子と男の神様は、またその黄泉から帰って、いろんな神様をまた生んでいって、その後、引退する。わけですね。34ページ。
の最後、彼そのイザナキの狼は大海の多賀にますなり。この大海の多賀神社っていうのも行ってきましたけれども、実際イザナキの御事とはちょっとなんだか違う感じがありました。で、大海の大海はまたこれ大きな問題です。イザナキ神社って一番まあこのはっきりしてるなんか、うちのチャイムが鳴ってますけど出ません。淡路島ですね。はい、ということです。それでは私は私の画面と皆さん中、私は今兵庫県愛用市菅原町ですから、菅原町ですから菅原の道真天神様っていうのが、久我って陸と書いて久我の天神社っていうところの庭で、まあ、子供たちと近所の子供たちとよく遊んでました。でこの神社が山陽本線の、すぐそばで、そのうち山陽新幹線がついて、その、移転してより奥地の方へ行ってしまいました。天神さんというのが一番私にとっては菅原道真の町ってある天神で、この天神さんというのも菅原道真が、まあ、太宰府、杉村君とこは太宰府もやっぱり 別ですか、遠い。あ、太宰府は比較的その正月とかに行ったりするので。あ、僕はね、その三等科って柳文君、拉致君にあげた三等科俳句集をやる、や、まあ、変者になる柳文君やったんですけども、三等科は太宰府、それから大牟田、大牟田にはお医者さんがいて、ここに日記を預けてたらいい。大牟田は昔炭鉱があったんですよね。はい、ありました。その炭鉱のお医者さんに日記を預けて旅に出た。だから今残ってるんですね、三等科の日記がね。その息子さんがまた三等科の日記に対する権利を主張して裁判を起こしたり、まあ、アホなことやってますけど、まあ、あ、そうか、三等科もその太宰府からこう大牟田太宰府を往復してたり、なんかそういう日記の、記述があった記憶がありますね。はい。それで、あそこ昔北九州から太宰府、そして佐賀まで海だったって説があるんですね。魏志倭人でも そこを考えると水耕とか陸耕は全然だから今の地形と違うんだ。で、低いんだよね、確か北九州、北九州の方から、福岡の方から、佐賀のあっちの方まで。多分私もそれは昔そこは海で運河みたいになってたんだろうというふうに私は思います。太宰府もその中、太宰府もなんか水流の関係でなんかそこの非常に意味のある場所だ。水流の関係で意味があった場所のようです。それでは大高さんは大阪の人だったら、大阪のどこ？堺です。あ、堺ね。はあ、はあ、はあ。はい。大高さんにとってその、どういう神社が一番身近ですか？阿久地神社っていう。ああ。阿久地。阿久地、開くに口と書いて阿久地です。ああ、はあ、はあ、はい。この、そこの神様は分かりますか？調べてみたら、塩土の字とすさのうの御事。あ、すさのうも入ってるから、塩土の字ね。塩土の字は神武天皇がこう統制するときには道案内した人ですね。塩土だから塩の、まあ、精霊と、塩ってのはまあ海流あるいは海そのものの、まあ、亀に乗ってるとか、まあ、そういう話も一つのようにありますね。はい。あ、そうですか。阿久地。それこれ、堺市にあるの？阿久地。堺市です。ああ、堺も広いよね。今また合併して広くなりましたね。ああ。例の大仙寮、仁徳天皇陵のあるとこですよね。すぐ近くです。ああ、そうですか。あそこは地上から行ったらもうなんか、横からしか見えないから、わかんないよね。参拝口というかね。一度だけ私行ったことありますね。また篠田の森が途中に半那線かなんか、篠田の森をこう通り抜けていきますよね。まあ、これもずっと昔、友人の実家があったんで、その友人がまた大変なことを
起こしたんですけど、判事を罷免された人なんですけど、まあ、そこのお母さんが眼科医でも俳句をやってた、いや税士で、八木見会場なんて知らないでしょ。知らないです。あ、そうですか。はいはい。見会場ってのは、与謝野晶子から、晶子の晶から取ったという。まあ、堺でまた有名な人がいっぱいいますね。よさないこ含めて。はい。それで私の画面では、のりたくん、どうでしょう。はい、近所の大国玉神社が身近です。ああ、府中だったね。またそうか。のりたってずっとそこに住んでる人なの。父がのりたなんですけど、父は青森に住んでたみたいです。あ、で、青森の方には結構のりたって名前が多いみたいです。まあ、青森でもう一つは有名な人です。皇后自由史の福士幸次郎という人があって、この人は誰のことが入ってたか、どっか、うちのことですかね。うちの近くで一回なんか工事したり、その音かな、よく分かってる。こういう音を拾っちゃうんですね。はい。私は外付けの前で使ったら結構それがいいんですかな。青森か。送りたまで、送りたまなんか出雲系みたいですね。そしてあそこに府中ですから、国府があったところですね。で、玉川が近くにあるんですね。玉川。そうですね。で、だから玉川からこう海の船こう江戸湾の方からこう登っていって、そこでまで上陸するというそういう場所ですね。はい、送りたまと。送りたまった大きな国の魂ってことですから、ある種の一般名詞でもあるんですね。はい、大国の人と関係あるかどうかって、また大きな人がね。はい、まあ、そういうレポート書いてもらっても結構。マチ君は行ったっけ？あれ、僕ですか？行ってないです。はい、行ってない。あ、僕の身近な神社だと、まあ、焼津神社か、久能山東照宮ですね。あ、そっかそっか、君は静岡だったよね。で、焼津だ。はい。焼津神社は大和尊の命を祀ってて、久能山は多分徳川家康だと思います。久能山は徳川家康、東照宮、もともとの東照宮はそこだったんですね。そこから日光に、私も行ったことがありました。その後、いちご狩りをしましたけど、ね。焼津神社はもう松並木が立派、前も言いましたけど、松並木が立派でね、大和尊、ガチっていうのはそちらに多いんですか、やはり。そうですね、昔、ラッチ郡っていう地名があったらしいです、ね。なので、多いです。これね、日本語でね、だで始まる名詞、動詞もいいんですけど。女子はまずラで始まる。ないよ。うちの音だったとね。うちの近く。この国語辞典はラは一番多分少ない。このラ、ラは何ですかね。いや、わかんなくても、なんか、北条氏にちょっとルーツがあるみたいなことを聞いた。あ、北条氏ね。はい。どっちのご北条それとも、平塚なんで、工場かな、ちょっとわかんないんですけど。まさかの方、執権の方かどっちかわかんないですね。わかりました。キラさんとは、まあ、キラはまた三河ですよね。はい。八重神社。これは山のかけるって明確に。で、またいろいろこれ、別の神様も、祀ってありますよね。一心だけ、一柱の神様だけですね。はい。アルバムうちにあると思いますが、フィルムカメラでまだ私が撮影したところに訪れたことがありました。はい。それで私の画面では奥山くん。はい。はい。僕の身近な神社だと、地元の氷川神社が一番身近です。え、何神社？氷川神社。市川？氷川ですね。氷川ね、はい。はい、あなたの地元ってのは埼玉県の朝霞市なので。はい、朝霞だったって、ね。あ、朝霞に氷川神社あるの？朝霞にもありますし、あとやっぱ川越も近いので、はい。っていう感じですね。
まあ、一番あの関東の大元はあれだよね、あの今埼玉市、昔の大宮の大宮ってことが別にあのあれ、そこ固有ではなくて、秩父の秩父神社も昔大宮って言われてたけど、まあ、大宮って言われてるからたくさんあるんです。あ、そっか、朝霞に光神社、光神社は誰まつったんですか、誰って言っちゃうけど、どういうか、ね、スサノオと、はい、クシナダと、大国主って書いてありますね。あ、なるほどね。はい、クシナダ姫は奥さんですね、あの、山太郎一郎に対して。はい、トラキアの銀の板に金メキした、海は、あれに近い、あの山田じゃなくて、三つ股の、三頭の三つ頭の、まあ、蛇か竜かを対峙して、性行為まで描いていた板が、一応、ウェブに資料としてあげました。トラキアですね。これ、長野民ね。日本と近いところ。まあ、日本にも来てるんじゃないかと思いますね。はい、ありがとうございました。福山君。はい。次が、宮翔君。はい。ちょっと八王子の方いるんであれなんですけど、八王子神社で。八王子神社の絵は、誰の八人の王子を祀ってるんですか？五頭天皇の子供とかですよ。五頭天皇で誰？え？はい。いや、五頭天皇。五頭天皇の子供ですよね、八人。僕さっき、私さっき言ったんだけど、五頭天皇っていうのは、スサノオが五頭天皇の、はい、後になる。ね、そして、スサノオの中には牛の信仰が入ってきて。ソシモリってこともあります。ソシモリって言ったら朝鮮、古代朝鮮語で、牛の頭という、ね。スサノオは、日本書紀だったかなの一章。では、ソシモリから来たと、明確に書いて。八王子はだからそういうスサノオゆかりの五頭天皇である。で、京都の祇園も五頭天皇を祀ってあるんですね。まあ、仏教とか密教、音がしますね。ちょっと周音の変わらなきゃ。よける。これで押さえてある。はい。あ、ちょっとマイクを近づければ、ね、ま、窓に近い方が、外ですね、うちの。はい。はい。八王子も実はそういうスサノオ。これは外来種ですね。まあ、日本人は全員渡来人だけども、縄文人も含めて、縄文もいろんなところから来てますね。縄文時代って一つの言葉で言っては本当はいけないと思います。はい。それでは次は、佐々木君、はい。はい。地元で一番近いのは、熊野神社が。君の地元ってな？松戸です。あ、松戸、千葉県ね。放射線量今も高い。でも、そうです。なんで千葉でさ、福島の原発の後、千葉で松戸とか柏の放射線量高いか。これも、本当のことは言われてません。あそこで爆発があった。窒素で蓄えていた、劣化ウランが爆発したんです。福島以来じゃない。でその爆発した画像に癒して、多分私はそっちの方が正しい。これもあの黙って、窒素が責任を取らなきゃ。はい、あ、そうか、松戸ですか。で、熊野ですね。熊野神社は誰が祀ったんですか？今調べてみたんですけど、ちょっとよくわからなくて。すみません。イザナミのこと、ヤマトタケルのことって出てます。あ、松田はそうだな。そう、金が咲く熊野神社はって書いてます。これはね、一応出雲ではスサノオなんですね。で、熊野ってもう一つ、私がよく1990年代の最初に、和歌山で、私のルーツも鉄砲州ですから、和歌山の人は県北と言われましたけど、最下州の流れを、まあ、鈴木、佐々木っていうのも同じ、まあ、佐々木も鈴木も同じだって言いましたけど、まあ、スサノオと佐々木は実は繋がってるんですけど、
まあ、君がそれを探せるかどうか。ちょっと意味悪いです。はい、まあ、実はつながってですね。一応、佐野なんですね、熊野って。で、熊野の熊と神がつながっていくってことに、今日の授業ね、なるんですね。はい、それでは、平田君はどうでしょう。自分の地元だと、北の八幡宮っていうところが近い。何八幡宮？北の八幡宮です。北の天満宮だと北の八幡宮って面白いですね。はい。待ってる神様？もちろんあの菅原道真と、あと応仁天皇です、ね。八幡宮。そうすると、北ので天満宮、北の天満宮と八幡宮がどう、やったしたわけですね。まあ、どっちもご利益があると。八幡さんの方はこれ、不運長久、戦に勝つと。軍人さんだったら、まあ、生きて帰ってくるか、軍功をあげる。まあ、そこの神社もだいぶ多分、変遷を重ねて、現在の形が練馬ですよね。はい、練馬からどこにあるの？その北の八幡さん。光が丘ってところです。光が丘自体は新しいし、あそこなんか米軍の基地なんかあったと思うんですか？その前はなんか日本人の何かあったと思うんですか？わかりました。はい。で、最後は顔出しノーノ。澤田さんいますか？はい。はい。澤田さんはどうでしょう？私も埼玉県なので、はい、大宮の氷川神社が一番身近なんですけれども、うん、まあ近所で行ったら前川神社っていうところがありますね。前の川ですか？そうですね、前に川って書いて前川神社って言います。そこの神様は分かりますか？滝津姫の御事と、あと滝里姫の御事と、あと小百合姫の御事など。これは何その三女神を何て言いますかね。そうです、なんか厄除けとかそういう系の、はい、やっぱり神社はね、参拝してもらってお金を落としてもらわないといけない。これ神社のね、建築も大きな、まあ、お寺もそうですけど、やっぱりねお金を落としてもらわないと修繕できない、維持できないんですね。だから、ご利益を考えて、やってくれ。で、古事記にその三神出てくるでしょ？知ってる？そうだ。いや、初めて聞きました。ねえ。これは、佐野の御事と、天照大神が雨の安川で、受け入れをした時に生まれた神様。何ページなのかな。受け入れ。だから、でもなんで前川なんですね。そうです。前に川があるから前川っていう。私の、姉の、あれが前川。これ、いつもの、負けた、雨子の家来だった人に。はい、38ページですね。宗像、38ページの最初から6行目、彼その先にあれしかみ、たぎり姫のみとか、宗像の奥津に、にあり、一木島、八木姫と、宗像三女神。宗像の君の神様、三女神。これで合ってる？澤田さん。あ、はい。はい、合ってます。で、実際生まれる統計が36ページから37ページに書いてあるんですね。36ページの最後から読んでも、彼、ここ、ここに、おのおの雨の安の顔が中に起きて受けるときに雨と予想を見込み、まず竹林さんの斧を開ける戸塚の剣を、恋渡して三木田に打ち降りて、布田ももゆらに雨のまなに降り注ぎて、さがめにかみて、
き移る息吹の詐欺に慣れる神の名は、神の皆は、また名前ですね。たぎり姫、またの皆、沖津島の姫、次に市木島姫、またの名はさより姫、次に滝津姫ということですね。ここに宗像三女神が出ている。宗像っていう意味はわかりますかね。これ、胸に型ですから、胸に入れ墨をしているということで、まあこれ、いろんな考え方ありますけども、入れ墨、欧米系じゃなくて、東南アジアのタトゥーですね。これは、ベトナムとかタイとかそのあたりですね。インドネシアなんかでも、タトゥーっていうか、入れ墨をしてる人たちがいますし、まあ、入れ墨についてちゃんと調べたわけです。まあ、これで伝わるんですね。魏志倭人伝に、まあ、その、入れ墨をして、その、うんぬんっていうのがありますね。で、これは魔除けと同時に、竜とか蛇、特に竜とか蛇とかワニとか、そういうものとの同類だということで、そういう災難を避けるというためにタトゥー入れ墨をしたんだろうと私は思います。その女神様が三女神。で、この正体も、ダギリビ姫、オキツ島。これ、また島が出てきましたね。ラチ君が。で、島っていう言葉も、これ皆さんは関係ないかな。ヤクザの、領地というか、テリトリーも島って言うんですよね。で、これは領土、テリトリーであって、必ずしもその、海に囲まれた土地ではなくて、ある、こう、囲まれて、境界によって囲まれた領域のことを島というんですね。で、これは日本では特に、地理上の孤立した島と。欧米系の、西ヨーロッパ系は、この、孤立したという、アイソレート、英語だとアイソレート、フランス語はいる、英語だとアイランドとか、孤立したっていう言葉から、この島って言葉。日本では、閉める、何かを閉めるっていう、閉めるって、まあ、いろんな意味ありますけど、そこから島って言葉ができているわけですね。沖縄なんかは島立てっていう言い方があって、島立てってのはその島を、島に最初に住み着いた人たち。これは洪水の後は、親子だったり、兄弟だったり、まあ、近親相関から。で、イザナギイザナイもそういう、近親相関、あるいは流されたり、洪水、等々ですね。で、そこで初めての土地に、人がいなくなった土地に最初に住み着いた男女二人というのと、そういう系統の神話と、また別の神話が入っている感じがあります。はい。で、一応これで、全員の、レコードしてますね。はい。左上に出るのレコーディングしてるって、皆さんの画面はそういう感じ？はい。はい。出てますね。はい。ですね。今4時6分ですね。50分にはあります。はい。ということです。この、イザナキの巫女とイザナニの巫女と、先ほどラチ君がハワイの島海の島を産んだ、それはどういう神様でしたっけ？ちょっともう少し補足してもらいます。ハワイの。天空の神が男の神で、もう一人島を産む神っていうのが女の神で、それが二人が交わることによって島を産んだっていうので、その後なんかフィジーの島に行ったりとかっていう、そのまたストーリーがあるんですけど、島を産んだところは多分天空の神との交わりからだったと思います。ランギだっけ？ランギとかなんか違った？ランギ。ああ、そう。なんかありますよね。はい、これまたね、太平洋のね、この先住民の系統っていくつかあるんですね。私はハワイはまだ行ったことありますが、ニュージーランドは行ったこと、ニュージーランドと島は、バリ島に行ったことがあとはない。あとは文献でしかないんですが、これもいくつか系統があります。ニュージーランド先住民はマオリですね。で、まあ、マオリはね、一見保護されてるように見えますけど、中国の内モンゴルの人たち、まあ、友人たちもいたんだけど、ちょっともう大変なことになっちゃいましたね。
言語を取り上げると、公教育からの内モンゴルの公教育からもほぼモンゴル語教育を廃止するというこれを言うあの中国共産党やっちゃいましたね。でその前に、満州語を消したでしょ。これはもう自分たちをあの支配した民族を消していくというこれは中国共産党に限らず中国の、まあ、漢民族って何かって、まあ、これも大きな問題がまたありますがこれはもうそういう基本的なものがあるんですね。そのプログラムがようやくこう発動したと。内モンゴルの人たちはもうしょげるか困ってしまってるか最初は抗議したけどニュースになったけれど結局それはもうどうしようもないということなんですね。でニュージーランドに話を戻りしますと一見保護されて先住民の文化保護されてますけども、まあ、電車ニュージーランドは電車少ないんですけども人口密度の低いところですね。そして物価が高い。確かにスーパー行ったら物が高かったですね。羊がのんびりとあの草をはんでる、風景、そういう牧場もありましたし、南半球ですから、なんか南北の観念が変わる。東から太陽が昇る、で西へ沈むんですけども、逆だから西から太陽が昇って東に沈んでるような錯覚をニュージーランドでは覚えました。そしてその風が強いですね、ニュージーランド。実際行ってみると、あの、凄まじい台風並みの風が首都でも吹いていて、それが別に、あの、普通なんですね。首都のウェリントンで凄まじい台風並みの強風で晴れだという経験もしたことがあります。それは別にして、マオリですね。これは縄文人の美的感覚にそっくりでした。あの縄文土器のあの感じですね。まあ、ごたごたというか、こう、空間をこう埋めていく、埋め尽くすという。そしてシメント類ではないと。で、そこにそれこそ網水的な何かが、まあ、縄文土器の解読もどこまで進んでるのか、いろんな本がありますけど、いまいち解読がそれほど明確では縄文土器ないですね。というところで、マオリから先住民、そうそう、ハワイからそっちへ飛んだんですね。島海はどうも、その、ハワイだけではなくて、他にもあります。それについては、またちょっと補足で資料を上げておきましょう。ということです。あと30分ぐらいにしましょう。それでは、そうですね。この画面では左、私の画面で皆さんと違いますが、杉村君、まあ、今回のレポート、人に関連して何かこう言いたいこととか質問とかコメントをちょっとあの言ってみてください。杉村君から。はいはい。はい。あのコメントのとこでも書いたんですけど。あ、まあそこそこは余計なんだ。もう時間もったいない。はい、もう中身だけ言ってください。中身だけ。もう日本人前置きが多くて、あの本来話が入らないのって終わってしまうってことで。はい。的確に、簡潔に、そしてあの説得力があるように喋りましょう。これが日本人苦手なんですね。だからもう商談に負けてしまう。で、ぐずぐずしてるし、組織がほら、ワクチンだって遅いでしょ。これ日本的な組織の問題ですね。とにかく遅い。で、維新は、あの、社会の、あの、インフラをこれを壊しちゃった。あの、学校とか、いろんなものをリストラして、保健所も、があの病院もリストラしちゃったんで。ただ、仕事は早いですね、維新は。はい、龍之介君言ってください。はい、質問ですよね。いや、質問じゃなくて、あなたはコメント。コメント、まあ、質問でもコメントでもどっちでもいいです。はい、その、イザナギが主人公というか、なんか個人的には読んでて、イザナミとイザナギが主人公かなって、一瞬思ってたんですけど、ああなるほど、まあ。まだ最初の方しか読めてないので、それだったんですけど、ああ、じゃあ、イザナギが主人公だったのかっていうことが知れたのが、ちょっと今回は大きかったなと思いました。はい。はい、ありがとうございました。まあ、あの、これフリーディスカッションってね、マイクは一人のところしか行かないので、あの、同時には喋れないんですね。朗読をして、あの、伴奏してもらおうかと思ったら、あの、同時に別々のところではできない。楽器と、あの、声では同時にで、あの、この、できないので、あれですね。最初のこの、イザナキ、イザナミが登場するまで。まあ、これは去年いろいろ、あの、私も全部一応調べて、それなりの、あの、感触を持っておりますけれども。
これはあの天の中心である、雨の南下の日から始まっていて、これは北極である場合、天の北極っていうのは、まあ、暗黒の時代2万6000年で一巡するんですね。今はポラリスという北極星が、まあ、北極、天の北極、動かない場所にあるんですよ。これは2万6000年で移動していきます。いろんな星が北極であった時代があるんですね。織姫であるベガとかですね、全くの暗黒時代、あるいは2つの星が、まあ、あの並んでいた時代もあった、リュウザのツバーンという星が、北極であったりした時代もあった、まあ、そこから天の中心から始まっていって、だから、古事記の方がある種の一貫性、中心というのは雨の港の詩、まあ、雨の港の詩とは何かというところから私は、まあ、いろんなところ行って、まあ、それなら感触を得たんですけれども、それは別にして、まあ、始まっていて、足カビ等々があって、足は水辺に生える、まあ、海水か淡水かは別にして水と陸地の間に生える草と、まあ、天の中心になって今度は地上に移って、地上で、水辺からこの陸地へこう人がこう移動していくというのがこの裏に雨の見なしからしからイザナギイザナミにまでにあって、それぞれの神は何かという問題もありますが、まあ、去年の、3年生は私の見解を読んでない人たちもいるからわからないかもしれませんけど、クイの神様があったんですね、そうですね、あとは一番そのイザナギイザナミの前のあやかしこね、おもだる、これが一番大問題なんですね。これは全然問題なんですが、これはいずれにしても朝鮮系の神様ですね。あやかし君のモーダルもですね。なんでそこにこの二柱は並んでいるのか、これが大きな問題です。それまでは割合、あの、理屈はつけられます。そして、イザナギイザナミが登場するって、そういう流れなんですね。そして、まあ、いろんなことがありますね。イザナギイザナミ、雨の、おのころ島、まず天へ行って命令を聞いて、雨の浮き橋に立つ。雨の浮き橋は何かといったら、まあ一応虹でしょう。虹だと思います。そこに立って雨の向こうで書きます。これも何なのかってまたまあ、で、雨の見柱巡るって、まあ忙しいですね。イザナギイザナミは。まあ主人公というか、まあいろんなことをしますね。そして最後、いろんな神様を生んで、ザナミ、女神の方は火の神様を産んで、死んでしまう、黄泉の国へ行ってしまう。火の神様をイザナミは産んだんで死ぬんですけども、火の神様を産んだイザナミ自身も実は火の神様であると。だからイザナキの御事はあの世から火を持って帰ってくるという話にもつながるんです、ね。これはインディアの神話に。まあ、これは、一応アップしました。で、もう一つあそこ、あの、黄泉の国の話いきますが、あそこは鉄を作る作業も、あそこは、黄泉の国の、イザナミの体の 8箇所、ヤクサのイカズチ、8種類のイカズチ、雷がありましたね。このイザナミの死体にの8箇所に、雷がいると。これは八幡、これはオムタ君の近くですね、八幡製鉄、あそこもう今閉鎖しちゃったかな、はい、鉄と石炭があったから八幡製鉄、近代の製鉄があって、その前にも八幡八幡山の話も出てきましたね。応神天皇って何なんだ、これまた大きな問題がありますが、宇佐八幡の方がメインですね。宇佐八幡の問題はあるんですが、何を言おうとしたかという、鉄なんです。で、鉄が隠されている。で、足にも鉄が隠されてるってことは書いたっけ？これはあの足の根っこに勝手っこ、これ鉄バクテリアがですね、足の根っこにくっついて、そこで繁殖して水に溶けている鉄分をその足の根っこにこう固めていくっていう役割を鉄バクテリアがして。鉄ができる。それが中空になるんですね。その足の根っこ の植物の根っこの部分が消える。それが実は鈴の
起源なんです。で、中に小さい血がこうあると、振るとなる。これが鈴の起源なんですね。だから足って言っても一つは水辺と陸地の間。ここは動植物いろんなものが生育しやすいところ。あれ人間が上陸するところ。で病原菌もここで発生。水の霊が持ってきて病原菌、ウイルスもここで広がっていくっていうこともあったりですが、鉄が取れるということも、この水辺、足には。それから足が生育するとこは稲も実るんで、こういうものが実は足の中に重なっていくと。今のところ私はそれは重層的象徴と言ってますけど、まあ違う言い方もできるかもしれません。はい。というところで、ちょっと話が飛んでしまいましたが、はい、龍之介君、ありがとうございました。では、大高さん、コメントあるいは質問。ラチ君のレポートですか。はい。あ、そうですね。やっぱり、その神という括りの中で、イザナギとイザナミっていうのが、やはり転換点にはなっていて、そこから、生まれるっていう意味で下にどんどんつながっていくんだなというふうには感じました、はい、ところが実際の神社ではイザナギイザナミがあんまり祀ってあるとか実は少ないですよね。で、お祭りの中でイザナギイザナミを意識することがあんまり実はないですね。神社の中でやはり一番こう身近な神社ってのは天神さん、まあ皆さん学生さんだから受験、就職の時には天神さんには行かないと思いますが、やっぱり就職の時は天神さん、学問ではない要素が強く働きますので、まあ大学受験、あれは大学受験もですか、あるいは司法試験なんかも含めて、なんとか受験まで含めて、就職は違うんですね。だから天神様と八幡さんですか。八幡さん、割合ありますね。はい。転換点。で、古事記の中にいろんな、実は転換点っていうのがあって、案外あっさりと、あんまりそのこと転換点だってことを書かない、特にこう、強調しないで、パッとこう、単にこう、述べてるだけというところがあるんで、それに気づくと、ああというところが古事記にはある。まあ、それを気づくと面白いんですけどね。それが分からないとなかなかということがあります。はい、ありがとうございました。やっぱり最初の一番こう盛り上がり、そして、黄泉の国のところが、前半のやっぱり一番こう、黄泉の国のところがやっぱり前半の盛り上がり、一番こうドラマチックなところでもあるし、杉村杉山君が最初の日本の神話でなんで外国と関係あるんだってこう、怒ったらコメント書いてましたけど、いや、あれはもうトラキア、ギリシャ神話だけどトラキア。トラキアってまだ謎である。文献を残さないと謎になっちゃう。ね。ただ遺物が残ってる。トラキアは黄金文化なんですね。はい。で、日本と、特にブルガリア。ブルガリアにもいっぱい私、友達がいまして、一回ブルガリア行きまして、世界教会大会行きましたけど。まあ、ここでいろんなことがありました。それはやめておきましょう。ブルガリア、今、経済がちょっと、まあ、というか、厄介なんですね。ブルガリアの元大使に呼ばれてですね、何年前だろう ?10 年以上前。で、自民党のある人たちと交渉するんだって、その前に会ってくれって言って、お会いしたこと、都内のホテルでお会いしたことがありました。まあ、こういう、こともまあ外交の裏ではあるんですね。大高さんの次は、それではノリタ君どうでしょう。コメント質問。質問なんですけど、この、はい、ラチさんのレポートの最終段落の直前の何らかの神格化というわけではなく、あくまで主たる事象の構成物の言語化であるって書いてあるんですけど、この神格化と構成物の言語化っていうのは具体的にどう違うのかっていうのを質問したいです。はい、それじゃあラチ君答えください。ちょっと待ってください、ね。自分のレポートがちょっと読めないんで。どこですか ?3 行目最後の方ね。ああ。
自分で書いてあらせて。思うしたる現象行為を紐解く鍵、神優位に考えてそれは深刻ではなく、あくまで主たる。これ何のこと言ったら全然わからないけど。もう忘れてるんですね。はい、苦しめが書いた文章なんですね。何ですかね。まあ。あ、自分で答えたな。あ、思い出した。はい、時間経つと思い出すね。多分なんですけど、その神っていうものが、そのなんか、例えば、なんていうんですかね、例えば先生がおっしゃる通り、火だったりとか、星だったりっていうものを、その具体的にその、それ、火の神とかではなくて、例えばなんか、その、なんていうんですかね、ある一定の目的があって、その、例えば星だったら星でいいんですけど、そしたらこの神とこの神とこの神全部合わせたらようやくそこにたどり着くみたいな、その一つ一つがなんか鍵になってるんじゃないかなみたいな。だからその文字情報によってあるなんか行為とか現象みたいなものをその多くの神でこう保管しているんじゃないかっていう、そういう存在が神なんではないかっていうものですね。ですから一つの神をこう読み解いてもその現象とかっていうものではなくて、何個かの神をこう複数こう、うん、絡み合わせることによって一つの現象が出てくるっていうか、そうしないと古事記は読めないんじゃないかなっていうふうに感じたので書いたと思います。はい、まあ、今面白い問題につながっていったとかすったというか、これね、神様名前いろいろな古事記でも列挙されてますけども、これ全部別々の神様が本当は全部一つの神様だって、そういう議論も実は成立するんですね。大阪の星田明賢の宮司さんも、同心という、同じ神様ではないかと。いう考え方も実は名前が違うけど、同じ神様。まあでも、奥人様は奥人して別、またなのは、宗像三十四、またなのはってありますけど、結構またなのが多いの、奥主は多かったですね。その他を、一番目立つのは奥主だったかな。大名持ちというか、奥主と。この問題は実は大きいんですね。和津の中津の外の、和津見の神様、そこは渡つみの神、中津の中、渡つみの神様を 三神に分けてますね。で、三という数は、イザナギイザナミはまあ二神ですけれども、三という数で一つの全体を表すって、これは、日本に限らず、これもいろんな学者たちが、ケルトならケルトに特有だとか、海の神に特有で、いや、結構3つで1つの世界っていうのが同居的な考えとか、まあ、いろいろあるんですね。だから別々に見えるけど実は1つだっていう、これは大きな問題があって、例えばキリスト教だって三位一体ってことがあるでしょ。これははい、神学的な非常に重要な問題ですが、バラチ君はこの先どういうふうに深められますか。はい、神様って言いました、本当は一つなのか、そうじゃないのかっていうことですね。こういう大きな問題、この古事記を離れて大きな問題にぶつかったということです。ラチクの書いた文章のそれぞれはちょっと危ないところがいっぱいありますが、物って何だろうって、これ物のけ姫の物でもありますからね。これも古語辞典に引っかくと物ってのはもう単に物体という意味じゃないということなんですね。皆さんその考えるときにちょっとその古事記に出てくる言葉の語源をちょっと考えてください。神に関してはウェブにもすでに、アイヌと日本語、日本語の神はカムが古いと、カム主、カンナビ山だ、カムがカンになってカン主、カム主からカン主になった、カンナビ山もカムナビ山から、カンナビ山になった。香のものも実は、漬物も香のものも実は神のものから来てるんですね。ちょっと漢とは違いますけど、はい。まあ、ついでに言うとか、漢の跡とか姿っていうのは、
あれは菅原一族なんですね。一応はその血がつながって。はい。というところで、次は、ラチ君はまあいいか。では、奥山君どうでしょう。はい。質問もしくはコメント。はい。その、全部の神がイザナギを保管するためだけにあるんじゃないっていうところで、もちろんなんか古事記っていうのは、そのイザナギと、あと天武天皇とそのルーツの皇帝のためにある種作られたみたいな。いや、まあそうかそうか。そっか、序文に皇帝で書いてあるもんね。まあ一応天皇だけど、はい、まあ皇帝ね。はい。あ、皇帝ってあの、三世の方の皇帝ですね。はは。はい。その天武天皇が偉いんだぞっていうのに、うん、なんか皇帝を示すっていう意味合いで書かれてるっていう側面と、あとその結構現代日本でもそうだと思うんですけど、はい、どんなそれこそ無機物とかにも神格を求める日本人特有っていうか、また神教特有の方がいいんですかね、そういう考え方の融合が古事記なのかなっていうのを改めて思いました。はい、これね、日本人特有って私もついつい言っちゃうんだけど、なんかね、こうあの日本人に近い考え方をしてる人、アフリカにもいたり、他にもいたりするんで、これはなかなかね、難しい。単にあの自分の無知をさらすだけってことが、日本特有って何だろうっていうね。これ、まあ、古事記を勉強するときにやっぱ考えなきゃいけないですね。これ難しいことですね。はい。ありがとうございました。はい、それでは、佐々木くん。個人的にはその古事記についての疑問なんですけど、稲葉の白ウサギはその東南アジアからの、まあ、その渡来人の影響でなんか伝わなんか色があるんだ、共通点があるんだということがあったんですけど、はい、じゃあなんでそのギリシャ神話とかのそのオリンポス、うん、メイフの話とかと、そんなイザナギがイザナミを連れ戻すときに、なんでこんなにも共通点があるのかなとは思いました。はい、ギリシャ神話に関しては、学習院大学の、吉田敦彦さんという人が結構、この人の、まあ、手堅いというか、割合公式主義的ですけど、それまではあんまり言われなかったことを、もうまだ生きてらっしゃるのかなって失礼だけど、まあ割合この吉田敦彦、敦ってのは、敦煌の敦ですね。あの、石窟の敦煌の敦、吉田敦彦さんっていう人の本を調べれば、割合ギリシャ神話との関係がよく出てくるんですね。これなぜだろうって、それはもうかも明確です。日本にいろんなとこから人が来たからです。今は来てるでしょ。これはいろんな時期にいろんなことが来て、で、隠蔽してるんですね。神農小唐記、北畠親房の神農小唐記、皆さん読みましたか？僕が読んだのは去年か一昨年だったんですが、まあ、有名、日本史で有名、神農小唐記、南北朝時代ですね、北畠親房。これ読むと明確に、桓武天皇の時に、朝鮮から来たっていうことを分かるのが嫌だから、文書を燃やしたって、文書工事じゃないですけど、文書を燃やしたって明確に北畠親房が書いてます、ということなんですね。だから、まあ、朝鮮だけじゃなくていろんなとこから来てます。いろんな時代ですね。これがどういう時期にどういうの、そこまでは分からない。どういう系統かぐらいは分かる。で、それぞれが日本へ来る前にも合体してたり、いろんな神話とか話。それも多分あるでしょうね。はい。どうもありがとうございました。佐々木くんね。はい。なんか国語の感想文のこう割合人間心理とかそういうレポートの傾向が強いですが、まあ、それは近代 の作品の読み方であって、まあ、古事記とかこういうものともう少し違う読み方をした方がいいかもしれません、ね。はい、それでは時間もあれですので、平田賀門君。はい、ちょっと自分の理解が浅くて、ちょっといや、まあ、そんな前置きは、はい。浅いか、深いか、まあ、そんなことはどうでもいいことです。他の人が評価することで、自分で、それが時間の無駄だっていうんです。はい、すみません。その、イザナギ信仰
その八百万の神っていうのが図式にあって、その那智さんの神に対しての概念をどういうもので捉えているのかちょっと知りたいなって思いました。はい、那智君答えられますか？あのさっきも言ったんですけど、なんかそのなんか事象に対して、例えばその三神だった三神が時とか場所とかっていうものを示しているとしたら、その三神がこう一つのものだから矢印みたいなもんであって、なんか現代で言ったらなんか人型によく語られた神っていうものを目にしますけど、そういうものではなくて、ある種なんかその文字情報とか 音の情報で何らかの自然現象を示してくれてる矢印っていうか、そういうもんなんじゃないかなっていうふうに古事記を読んでは思いました。はい、これはなかなかいいところをついてますね、今の指摘は。その神の、まあ、ただ、古事記は名前に力がある。その名前を言うと、その名前によって力が生じて、それこそ神という、まあ、力というか、なんというか、この世ではいなかったものが、現れる、こっちへ来ると。ご神事、神社のご神事は大体神様を呼ぶ行事なんですね。で、夜から、夕方から始まると、宵宮っていうのが第一日である。そうなんです。それ自体は神様ではなくて、物体物質が神様ではなくて、そこに神様が来るんである。まあ、よりしろと、よりしろとか、おぎしろとか、まあ、いろいろあります。神様の名前を呼ぶということも神様を呼ぶ、まあ、ベクトルとか矢印というか、よりしろなんですね。神様と神様の名前。で、その神様とは何かというと、またこれ大変なことになりますし。はい、ということですね。ありがとうございました。それじゃあ、あと2人ですね。宮翔君。はい、質問かコメント、前置きなしで。はい、コメントです。イザナギがその島というか、その島国を象徴する神っていうお話だったんですけど、ギリシャにおけるその大地の神っていうのが日本にはいなくて、ギリシャには大地の神がある。ということで、ギリシャとかも基本的にはなんか、エーゲ海ですとか地中海中心だと結構島というか島が多い地域だとは思ったんですけど、はい、多島海ですね、典型的な多島海です、はい、そこにはあまり島の神っていうのは聞いたことがちょっと自分の中ではなくて、まあ、ギリシャが、まあ、本土は、まあ、大陸なので島はあんまりないんでしょうけど、ギリシャ自体は半島と島ですよ。で、陸地はそんなに広くないです。ただそうなってくると、ギリシャに島としての神がそんなにあまりいないっていうのは、日本との違いでちょっと不思議に思いました。はい。はい、これね、ギリシャで困るのは、ギリシャ神話のテキスト、なかなか古事記とか日本書紀に当たるものは実はないんですね。ギリシャ語からの翻訳であったらない。でギリシャ神話はいろんなバージョンがあって、私もちょっとこれいつも困ってしまう。で、なかなかその、いろんな日本語とかフランス語とか、まあ、英語は持ってないか、持ってるんですけど、なかなか決め手がないです。英訳からの和訳もありますけど。で、ギリシャ神話って言われてるもん、実は、なんて言うんでしょうか、まとまってないんです。で、ポリス単位、地域単位ですね。アテネはアテナの神様がいますし、守護聖人、守護聖人はキリスト教が出てきたから。その集落、都市、単位の神様というのがギリシャだって、島という概念、集団、地域単位ではなくて、そういうポリスとかそういう単位の神様ということなんですね。はい。これはね、はい。まあ、ギリシャは難しいんですね。ギリシャ語できないと本当はいけないんですが、はい。ガイアね。で、どうしても我々は、西ヨーロッパ中心の考え方の方へ、まあ、行ってしまいます。戦後はアメリカですけれども、情報操作は今もアメリカがしてますからね。皆さん、気がつかないで、それに乗ってしまってると思いますが。明確に日本のメディア CIA に
操作されてます。私は直接担当者が来ましたから、日本人の元ね、現役離れたから教えてくれたんです。明確に CIA が3つ の組織はメディアを動かしてますので、その談合の会議が出てた人ですね。それは申し上げませんが、まあ、これ言ってもあんまり消されないみたいですね。それはともかくとして、はい。それでは最後になります。澤田さん。はい。ラチさんのレポートにあるように、何らかの神格化というわけではないというところに非常に共感を覚えまして、まあ、古事記っていうのは、イザナキ、イザナミの話のように、その近親婚に対するなんていうの、道徳的な、そういう、なんでだろうな、まあ、話って、道徳的に、なんていうんでしょうね。うん、まあ、ただの神話ではなく、まあ、道徳という面で、なんだろう、まあ、似たような話が、やっぱり他の中国での宮尾族や八尾族であったり、ああ、まあ、沖縄であったりあるので、ああやっぱりそういう、なんていう、世界共通の、まあ、道徳というか、なんか人類の共通、なんていうの、道徳みたいな、なんかそういう感じなのかなとは思いますね。なんかそういう神格化ではなくて、まあそういう事象、まあ確かに事象の言語化っていう面もあるなとは思いました。はい、ありがとうございます。神道っていうのは、まあ、日本書紀古事記が編纂されてから今日に残っている神道っていうのは、だいぶその後、いろんな時代、日本書紀古事記が文字化されたのは一応8世紀と考えますと、その後いろんな神道が出てきて、京大のそばの吉田山って吉田神道、健康法師、吉田健康でしたね。あの人の、まあ、元々の、での吉田神道っていうのは、高校に、面白い神殿がありますよ。円形の。これは、まあ、ずっと後からできた、八百じゃないですけども、いろんな神様祀ってある、ご神殿があったりしますね。それで、まあ、神道というのは、かなりその後、それから明治以降の神道、戦後の神道もまた変わってますから、大乗祭もどうも、今回の天皇の大乗祭、それまでの大乗祭とは変わったみたいですね。ですから、いろいろ変わってしまってます。それで、近親婚か。で、まあ、世界共通というふうに澤田さんも言っちゃったけど、これやっぱり、今、澤田さんが言った、ところミャオ族とか、あと 何を言ったっけ、ヤオ族です、うん、これやっぱり日本と関係あるでしょうね。あ、中国本土からこう押し出された人があの中国の南西部の山間に逃げ込んだと。でそうじゃない人たちは日本の方へ逃げ込んだと、こうバラバラにこうに逃げていく。これはミャオ族の元のあれではなくて、この陸地でもあるところの集団がこうよそから来た集団によってこうなんていうんですか、やられてしまうとやっぱり資産分裂していきますね。南北よりもだいたい東西に散っていくと。そのブルガリアの人に、そうそう、日本は郷土の東へ逃げた人たちが日本であって、西へ逃げた人たちがブルガリアの祖先だと、その外交官の名前忘れちゃいました。という言い方をしてましたね。これは彼は明確に信じてます。日本語で喋ったのかな、何語で喋ったのか忘れちゃいます。日本語か英語かなんか喋った時にそういうことを明確に言ってました。はい。だからそういうことなんですね。別々だけど実は元は同じという。これがあるんですね。はい、ありがとうございます。これはまあ、だから日本と全くポーンと離れたところ。で、また違う離れたところで共通性があるっていうのはそういうこと。だから元はどこだったんだろうっていう、そこからまあ推測していくということができるわけですね。はい。というところで40何分になって、ちょうどまあ次の授業。皆さんはこれ対面授業はあるの？はない。から出てこれるんで、自宅で、このズームに出てこれるわけですね。他の人はどうなんで、
次にライブのこのオンライン授業があるのは、誰だっけ、杉村くん。はい。はい。他はの人いますか。あんたもそう。あんたもそう。はい。あ、二人だけ。他の人たちは次も。あ、僕もあ君もそうですか。わかりました。それはそうすると5時からですね。あ、5時10分。5時10分です。あ、わかりました。はい。いやー、これは、はい。それで、それじゃあ、その、あとね、イザナキという、これ去年の見解で書いたんだけどさ、4年生の人、今のようですし、見てない。イザナキの語源は、調べて。イサはイサナ、クジラのイサと同じで、イタと同じだと。で、これは村山七郎さんっていうのは第一の最初のという。で、ナキはラキから来てると。第一の男っていうのが、イザナギの語源だ。そしてこれはまあ太平洋諸島、そしてインド洋まで広がる、まあその言語学的な、比較言語学的な村山七郎さんというのは一応ちゃんとしたアカデミズムの人ですから、その人 の本に書いてありました。だからイザナギ単独のようですね、どうも。そういう第一の男がイザナギと。で、ニシン、男女という、そういうのも入ってるしという。だから、やはりイザナギザメの中にはいろんなものがやっぱりこう重ね合わされているということだろうと思います。はい。で、皆さん何か質問ありますか？次のレポートは、レポートじゃなくて、一応、序文を一応私がこの後動画に応募して、それけて皆さんに序文についての、レポートを出してもらおうかと思います。対面授業の場合は、まあ、まあ、序文ですね。これ読んでくる。これ、大野安丸が書いたんじゃないっていうのは、三浦何がしの文春文庫に入ってる、古事記講義っていう、これ名前がいいもんだから、これを読むと古事記がわかると思うと余計わかんなくなるっていう、偏見に染まってしまうっていう、そういう本なんですけれども、あれはもう日本と非常に狭い範囲のことしか やらなくなってしまってる。この人の浦島太郎の文学史はもので面白かったんです。というところで、この序文をちゃんと漢文ですね、これを読むと、今言っちゃうと、天武天皇は革命を起こした。壬辛の乱ってあれは革命である。中国の育成革命であるっていうことを明確に書いてあるんですね。で、これを私が読んだ今までの古事記論では誰も言ってないんですね。私は初めて発見したのかな。これ、古事記ゼミを20年続けるのに誰も言ってない。まあ、いろんな企業の論文まで読みませんけど。まあ、そういう序文ですね。はい。まあ、それについて、まあ、動画をこれから録画しますので、まあ、見てください。それじゃあ、来週、これはもう水曜日の方に、締め切りは設定。水曜日の午後8時に設定します。それじゃあ皆さん、終わりにしましょう。はい、ご苦労様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。